こんにちは、ママデイズです。今回は花王の提供でお送りします。ベビー用品洗いにくいですよね。ストローの中には直接スプレー、マグは溝を狙ってシュ、離乳食バサミは歯を狙って、お弁当箱は隅やパッキンに、離乳食調理グッズも攻略、洗いにくい網目にもシュ、小分け容器にはスナップ掛けでまとめて約1分置いて流せばこすらず楽々、お食事グッズも楽々攻略、手間なカトラリーはまとめてスプレー、取っ手付き食器もスプレーで楽々、隙間時間にはつけ置き、スプレーして置いておけば水で流すだけですっきり。ベビー用品の衛生習慣にキュキュッとクリアアワースプレー、ぜひお試しください。